とにかく先生の作曲生活も随分長くなりましたけれども、はい、今日はですね、はい、一つその全部ご紹介するには時間が足りませんけれども、はい、いろんな幅広い活動の一部分でもこのご紹介していただきたいと思います、はい、あのまあ皆様に喜んでいただけるかどうか、まあ、一つよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いいたします。忘れ去ることなり、忘れずして忘却を誓う心の悲しさよ。
作曲生活は45年ですね、はい、45年で、そうですね。ご自分の作った曲がいくつぐらいあるか数えられたことあります？全然数えられない。そうでしょ、いくつになるでしょう、年間100曲、はい、1ヶ月平均大体8曲くらいとして100曲ですね、で45倍ですから4500。ああそうですね、じゃあ聞けないでしょう。そうですね、この君の名はですね、はい、この放送劇丸2年やりましたけど、はあ、その間に作った曲、あの長いのやら短い小さいのの曲もありますけど、はあ、合計して500曲あります。2年間で500曲。はい、それはあの歌詞がついてる。いやいや、あのお芝居のバックグラウンドですね、はあ、BG 音楽とかそういう音楽を小さいのも全部入れますと、はい、約500曲あります。そうですか。ですからそういうのを数えるともう膨大です。膨大ですね、それ、はい、それに先生の曲は、うん、あの幅が広いですね。多種多様って言うんでしょうか、まあ、いろんなことでしょ。はい、まあ、童謡も作りますし、はい、普通の歌謡曲も、はい、それから、まあ、行進曲ですね、はい、いろんな、それから、まあ、シンフォニーも書きますし、オペレーターもミュージカルもやりますし、効果がありますね、効果があり、会社の社会があり、何でもやでございます、うん、先生はよく、私は作曲のデパートですなとおっしゃいますけど、高級品からね、ま、マーケット品まで戸籍青年は山田耕作の影響を強く受け、民謡調の明るい曲を得意としていました。あえて不得意に挑戦して初の大ヒットを飛ばしたのが昭和10年8月の船頭かわいやです。夢も濡れましょう、潮風よ風、船頭かわいや、船頭かわいや、波
今週の明星。流れ来る歌の調べは思い出の歌、新しい歌、皆様の希望を乗せて輝く今週の明星、古関裕二ヒット曲集、 NHK101 スタジオからの放送です。まず伊藤久男さん、イオマンテの夜。若々しいマーチからセミクラシックまで、古関さんの幅広い作曲への情熱は昭和24年、男性的なイオマンテの夜からほとばしり出ました。イオマンテ燃えろかがり日々、ああ熱よ今宵くらまつ、男と女の別れ、それは常に悲しいもの。その悲しみを増すようにフランチェスカの鐘が鳴り渡る。フランチェスカの鐘、双葉秋子さんです。あの人と別れた夜はただなんとなく
めんどくさくて、さよなら、バイバイ言っただけなのに、フランチェスカの鐘の音が人から感胸は切ない涙がこぼれる。なぜか知れないこの悲しみ。帰らぬ人か、ただ一目だけ会いたいのよ。愛しているわ、愛しているのよ。フランチェの鐘の音が人から感となり渡りゃ、声を限りにあなたと呼べど、人は帰らずおだまが帰る。昭和29年、日本は次第に明るさを取り戻しました。古関裕而さんも本来の健全で明るいメロディーを存分に生かし、数々のヒット曲を送り出しました。乗り物ソングで親しまれた高原列車が行く、岡本敦夫さんです。汽車の窓から半ケチ振れば、牧場の乙女が花束投げる。明るい青空、白樺林、山越え谷越え、はるばると、ラン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 、谷間に山ゆり揺れて、歌声響くよ、観光バスよ。君らの隣も地で湯の宿か、戦時歌謡。
つまり文化のことを尋ねると古関裕二の瞳はふと曇る。重い唇はますます重くなり多くを語ろうとしない。作曲家としての青春時代、それが戦争の時代と重なってしまったことが彼の作曲人生においても最も苦難な時代であった。国民歌謡の一つとして作りまして、ね、女の人たちの歌ですけど、はい、暗い戦時生活に少しでも明るくと思ってこういう旋律を書きました。非常に美しい曲でございます、ね、ありがとうございます。他に暁に祈るとか、はい、それから若い人がよく歌いましたよかれんの歌、はい、若鷲の歌ですね。あ、そうですね、はい、若鷲の歌となりました。私などは友達をね、はい、この歌を歌って送ったりしました。そういうことを考えると今でもいろいろ思いを巡らしますと胸が痛んでまいりますね。そうですか、うん、そんなお手紙などもいただいたことがありますか。はい、若鷲の歌を歌いながら南に飛び立ってまいりますというようなお手紙を頂戴したこともございます。そうですか。本当に今考えますと胸が痛んでまいります、ね、なかなか忘れることができませんですか、ね。はい、そういうことを思いましたときにちょうど長崎の鐘を作りまして、で長崎の鐘はご承知のように永井博士の原作から歌になりました、はい、あの歌を私は原爆で亡くなった方々とその他にですね戦時下に亡くなった大勢の人たちの霊を慰める、はい、リークメのつもりで書いたんです。あ、そうですか、はい、鎮魂の曲ということに、はい、そういうつもりでも書きました。手に今持ってらっしゃるのは、はい、これ長江博士が自ら病床で作られたロザリオでございます。で私の長崎の鐘を病床でお聞きになって大変喜ばれまして、はいはい、作っていただいた記念にということでこのロザリオを送ってくださいました。そうですか。では最後に長崎の鐘で締めくくらせていただきたいと思います、はい、お願いいたします。晴れた青空を悲しいとも切なさよ、うねりの波の人のように儚く生きるのの花よ、慰め励まし長崎の、ああ長
されて妻は天国へ、別れて一人旅立ちぬ、片身に残るロザリオの鎖に白き我が涙慰め励まし長崎の鐘が鳴る。心の罪を打ち明けて吹けゆく夜の月すみぬ、貧しき家の柱にも気高く白きマリア様、慰め励ましな。